放送関連企業に勤める菅総理大臣の長男らから総務省幹部が過剰な接待を受けたと一部週刊誌が報じた問題について菅総理は総務省で事実関係を確認して対応してほしいと述べるにとどめました総理のご指摘とここまで会食をしたのかお思い当てる理由目的をお答えください息子で誰であれしっかり調査してもらう必要があるだろうというふうに思います 菅総理は衆議院予算委員会での答弁でこのように述べ、接待の有無などの事実関係については、総務省の調査結果を待ちたいとの姿勢を示しました。また、総務省情報流通行政局の秋元局長は、接待を受けたことを認めた上で、長男らについて利害関係者ではないと認識していたと釈明し、週刊誌から取材を受けた後に返金したと述べました。